はい、ですね、見ちゃいけない映画っていうのは世の中にいっぱいあるんだなということでちょっとお送りしようと思います。ですね、今日おすすめでない映画はこちら、グリーンランタンというので、裏書きはですね、こんな感じ、広大無辺で神秘に満ちた宇宙に遥か昔から存在する平和と正義を守るエリート集団グリーンランタン。ある時パララックスと名乗る新たな強敵が現れ、宇宙は存亡の危機に瀕する。彼らと、地球の運命は入隊したばかりで人類初のメンバーハル・ジョーダンの手に委ねられた。スーパーヒーローが活躍する人気アメコミ、グリーンランタン待望の映画化。ブレイク・ライブリー、ピーター・スガード、サースガード、マーク・ストロング、アカデミー賞ノミネートのアンジェラ・セットと、アカデミー賞受賞の、ティム・ロビンスが共演。よくわかんないね。まあ、出てる人はすごかったんだろうということなんだけども、ストーリーとかですね、全然すごくない。そんな映画でした。何が悪者かよくわからないとか、なんでこの悪者をやっつけなきゃいけないのかとか、そこら辺がですね、非常に曖昧なまま最後を迎えるっていう、絶対2は作られないだろうなっていう、そんな映画でした。皆さんもですね、間違ってもグリーンランタンは、借りない方がいいと思いますので、よろしくです。ではでは、シャバダドビア、シャバドビア、ダバダバ。